シーニックバイウェイとは、シーニック、バイウェイといった意味の造語で、主に自動車の走行する道路からの視点で、景観、自然、文化、レクリエーションといった要素によって、観光や地域活性化などを目的として、地域の魅力を具現化するための取り組み、またはそのためのルートのことを言う。1980年代後半に、アメリカ合衆国で提唱、法制化された。 同様の考え方としては、ドイツのロマンティック街道や、日本でもそれを模した、日本ロマンチック街道、あるいは、山並みハイウェイや出雲神話街道のような例があるが、より広域的に複数のルートで行政と地域が、連携して取り組むプログラムとして制度化されている点で、少し異なる。アメリカ合衆国では、1965年に道路美化法が成立したが、これは日本における、 屋外広告物法のように単に景観整備を目的としたもので、これに地域資源という概念を組み込んだシーニックバイウェイ法が1989年に成立し、景観性、歴史性、自然性、文化性、レクレーション性、考古学性の6項目で評価するプログラムがスタートした。この六項目のうち一項目以上に該当するものをナショナルシーニックバイウェイ。 二項目以上に該当するものをオールアメリカンロードとして指定。2005年現在、全米46州に98ルートのナショナルシーニックバイウェイ27のオールアメリカンロードが指定されている。国土交通省では観光振興、地域振興などを目的に施策として取り組むこととし、レンタカーを利用した観光形態が増加している北海道で先行的に取り組むため、 北海道におけるシーニックバイウェイ制度導入検討委員会を設置し、四骨島やニセコルートと大雪、フラノルートの二つのモデルルートを2003年に設定し、施行を実施。2005年にシーニックバイウェイ北海道推進協議会を設置し、正式にルートの募集を開始。モデルルートに東、オホーツクシーニックバイウェイを加えた三ルートを指定。2006年には、 宗谷シーニックバイウェイ、函館、大沼、噴火案ルート、釧路湿原、阿寒、魔臭シ,シーニックバイウェイを、2008年には燃える天気た、オロロンルート、2009年には、十勝シーニックバイウェイトカチ平野、山徳ルートを、2010年には、十勝シーニックバイウェイトカプチ雄大空間、2011年には、十勝シーニックバイウェイ南十勝夢、海道、札幌シーニックバイウェイ、 モイワ36、乗山系ルートを加え、現在11ルートを指定している。九州では、国土交通省九州地方整備局と任意団体同士九州会議が中心となり、シーニックバイワへの導入について、ケーススタディなどを重ねて検討している。2005年には、奥田広日本経団連会長を委員長とし、シーニックバイウェイ戦略会議を設立し、 全国からモデルルートを募集。当初、応募ルートから20ルート程度を選定する予定だったが、72ルートの応募があり、いずれも特色があるため、方針を変更して72ルートすべてをモデルルートとして支援することとした。また、2007年4月20日には、日本風景街道の実現に向けての提言を国土交通大臣に提出した。 2011年度に腰の純腰によるロゴマークが制定された。登録ルートの推進ポジウムの開催2007年5月31日には日本風景街道への期待と題する最初のシンポジウムが東京で開催された。その後は各地域ごとに地域の風景街道の取り組みを紹介するとともに各地域における地域資源の活用方法や 団体間の連携方法などを検討することなどを目的に開催されている。2012年10月25日には全国規模としては最初のシンポジウム以来5年ぶりに日本風景街道サミットインアサマが開催された。2016年10月4日、現在日本文化のクロスロード、ヤギ札の辻。ありがとうございます。